個人総合予選から個人総合決勝、種目別決勝、すべての演技で、自分の満足のいく演技ができたので、それで結果もついてきたので、すごくいい試合ができたなと思っています。こんなに日本がメダルを取るとは思ってなかったので、来年の世界選手権からまた団体があるので、その団体金メダルという目標にかなり近づけたかなと思います。僕は、初代表として最年少として、思い切って演技しようと最初から決めていたので、その自分の目標が達成できてまず嬉しかったですし、ゆか跳馬両方予選決勝とミスのない演技ができた結果がゆか優勝、跳馬4位といういい結果につながったのかなと思います。先輩方のフォローなどもいただきながら、すごい楽しい大会にすることができました。自分が得意なのがひねりなので、そう呼ばれてもしょうがないかなと思うんですけど、やっぱりそういうのはあんまり自分では意識してないです。